皆さんこんにちは、みこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、待ちに待った脱毛器のデバイスをカレントボディスキンから提供していただいたのでご紹介していきたいと思います。カレントボディスキンヘアリムーバルのご紹介です。私自身はもうサロンでほぼほぼ脱毛を終えているんですけども、もともと手は脱毛をするほど毛がなかったので、あ、これはちょっと試しにね、どれぐらい効果があるのかなっていうことで検証していきたいと思います。では開けていきますよ。大きさはね、こんな感じでかなり厚みのあるしっかりした箱に入っています。ではオープン。開けるとこういう説明書が入ってますね。はい、出てきました。こんな感じで一見ドライヤーのようなデバイスになっています。ドライヤーみたい。重さはね 1.6 だったかな、あるので割としっかりめの重さはあります。説明書はありますが、こちらも全てね英語表記になっています。購入いただきましたらね、きちんとした日本語の説明書っていうのも添付されていきますのでご安心ください。簡単にもね書いてるんですけども、操作は簡単なのでそこまで説明書っていらないかなと。こちらの肌色の方に向いてますので、アジア人はほぼほぼいけるような形になってると思いますので、はい、この形になってます。実験する腕の毛は剃る前はこんな感じです。腕の毛って薄めなので反応するかどうかがどうなるんでしょうか。ちょっとやっていきたいと思います。なぜかこの一部だけめっちゃ濃い長く濃いのがあるけど、あと指とかね、指の毛とかも剃っていきたいと思います。こっちの右手で検証していきます。まずはパッチテストをやっていきますね。必ずどんなデバイスでも何が起こるかわからないので、パッチテストはね行うようにしてください。バッテリーといろんな国でね使えるような形で変換アダプターがついてます。ジャパン、ジャパン、ジャパンこのようなアダプターがついてるのでこれに差し込みます。きっとね、リビングに差して装着。はい、バッテリーがつくとこういう風にね青いランプがつくようになってます。見えるかな、光で見えなくてついてます。はい、それではパッチテストを行っていきます。電源を2秒長押しします。はい、そうすると初期化状態になり、インジゲーターが青色に点灯します。出力レベルは1、2、3、4、5、6段階まで上がります。まず1に戻しますね。2でロック解除。例えば合わない肌だとすると、このようにビープ音で教えてくれるんですね。では肌にやっていきますよ。特に二の腕が一番分かりやすいですのでやっていきます。6解除です。はい、これでパッチテストが完了です。個人差がありますので様子を見ながら段階を上げてパッチテストを行ってから脱毛をしていくようにしてください。ボタンを2秒長押しすると電源が切れますが、10秒間何もしないとスタンバイモードになってくれます。はい、おお、裏なんかほぼないんですけどね、たまにねすごい生命力があるやつ1本ぐらいありますよね。体の中でね、何を守っているんだ君はっていうぐらい。あと指ですね、指毛結構ね見られる。説明書をねいただいたんで見ていきますね。
日本でも家庭用脱毛器市場は IPL 式が主流ですが、IPL 式は光の照射範囲が広くて熱が集中しづらいため安全かつ素早いトリートメントが可能ですが、パワーが足りない、無駄毛に精密にアプローチできない、頻繁に追加トリートメントをする必要があり効果が持続しづらいというジレンマがありました。一方でレーザー式の、家庭用脱毛器は誤った操作による火傷などのリスクがあるという不安や、定期的にバッテリーやカートリッジの追加購入が必要である懸念がありました。カレントボディは18ヶ月の研究開発によりハイレベルな全身の無駄毛ケアを可能にするリスクが少ない独自の除毛ソリューションを開発。 IPL 式のような素早さとレーザー式のハイレベルなパワーでスピードと持続を叶えた FDA 認証取得のデバイスです。コンセントにつないでご使用いただけるため、最大照射数に限りなくバッテリーやカートリッジの追加購入は必要ありません。ご家庭のケアでいつでもつるんとした滑らかな肌を実現できるデバイスになっています。使用できる場所なんですけども、足、腕、ビキニライン、脇の下、手の甲、胸、背中、腹部、女性の顔の産毛、目から下の部分ですね、こちらに最適です。男性のね、顔とか首とかには適してませんので、使用なさらないようにしてください。やっぱりすごいっていうのが、メガネがいらない。普通脱毛器、私も他の毛はね、サロンで全部したんですけども、視力があるためにサングラスをしてやってた。そしてアイシングですね、やっぱりしっかり冷やして火傷をね起こらないようにしっかり冷やすんですけども、こちらにはアイスクーリングテクノロジー、冷却技術が入ってますので、トリートメントヘッドの温度を調節しながら痛みの少ない快適なお手入れが可能なんですね。だから寒い時期でもアイシングして冷たくしてこう冷やしながらやるっていうこともしなくても大丈夫です。このヘッドがですね、広範囲なんですね。家庭用にしては広範囲で30ミリと10ミリで、照射でスピーディーな無駄毛ケアを叶え、ツルンとした滑らかな肌へやってきます。やっぱり範囲がね、どうしても狭いと時間かかっちゃいますけどね、これぐらいだとパッパッパッとできるかな。パワフルなレーザー式無駄毛のテクノロジーということで、こちらにね表の載せてるんですけども、普通の波長とは違うみたいなんですね。レーザー技術は光波長をターゲットに集中させることで単位方向に強力なビームを生み出します。カレントボディスキンレーザーヘアリムーバルは強力な810ナノメートルのレーザー光を1パルスあたり16本照射し、効果的に無駄毛をケアします。一般的な家庭用 IPL 式トリートメントのスピードとハイレベルな技術を備え、無駄毛をしっかり除去します。レーザー式の光は毛包内の色素メラニンに吸収されることで、広範囲に拡散するビームに比べてより多くの胸毛に集中的にアプローチ、わずか4週間で最大 80% の減毛効果を実現します。最初に週1回から3回トリートメントを組み合わせたお手入れを3ヶ月行うと、その後の多くの場合年1回のトリートメントで済むそうです。近年ですね、コロナの影響によっておうち美容の需要増加や物価高騰によるね節約意識、本当に効果のあるものを取り入れたいという意識の高まりから、家庭用美容機器が注目を集めています。中でも無駄毛ケアの市場ではですね、医療脱毛など高額な費用を払うことに抵抗がある方や、脱毛サロンに通う時間がない方、クリニックまでの施術に不快感を持つ方が多くて、家庭用脱毛器の需要が高まっています。脱毛ってね、もうみんな男女問わず気になるし、できるならね時間もかけずに手軽に行いたいですね。脱毛周期っていうのが、毛周期というのがありますので、それに伴って脱毛していかないといけないんですけども、いざ行こうと思ったら予約が取れなかったりすることはあるんですけども、これだとね自宅でやらなきゃっていう形でねできますし、家族全員でね使えることもできますので、一家に一台あったら便利かな。
はい、あれから4週間週3回のケアを行ってきました。右側の腕だけなんですけども、もうほぼほぼ毛が感じられないレベルまでなってきました。もう密集してたところもね、入ってこないですね。でこっちとね比べてみると、こっちは全くしてない感じなんですけども、こう比べてもらうと若干ですけどね、こっちの方が透明感がアップしたかなっていうのは実感してるんですね。やっぱり毛がある分肌ってくすんで見えるんだな。今からねこっちも追いかけて、ここだけやってないんでやっていきたいと思います。カトリッジもねいらないですし、脱毛サロンの予約もいらないですし、好きな時に好きなタイミングで脱毛できるっていうのはすごく助かりました。これから週に1回のねお手入れだけっていうことなんですけど、もういらないかなっていう感じですが、続けてねまたやっていきたいと思います。カレントボディスキンレーザーヘアリムーバル、お値段は定価99,000円になります。私のコードを利用していただくとお得に購入できますので、ぜひご活用ください。カレントボディスキンヘアリムーバルのご紹介でした。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。